鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスとトリサルモンが送る真犯人フラグ第10話ドラマ考察スタートします。もん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 。第10話では伏線がいろいろと回収されつつ、最後は衝撃的な展開を迎えました。ツイッターでは混乱の嵐を迎えていましたよね。うんうん。それではそんな真犯人フラグ10話についてお話ししていきましょう。はい。今回も10話で明らかになった事実と考察ポイント、そして最後に全体像の考察を紹介しようと思います。おー。そして今回は事件の全体像の図を先に出しておこうと思いました。はい、今出てるこちらもね。ね。この図に関しましては後ほど紹介していきましょう。では10話で明らかになった事実からお伝えしましょう。ちなみにドラマの時系列順に情報は並べますのでご了承ください。それでは明らかになった事実、一つ目、不倫写真撮影の7月30日真帆がホテルを予約していたということです。はい、こちらもね。はい。真帆がホテルの部屋を自分で予約をしていたということはですよ、つまり林に打ち合わせの都合で誘われたというわけではなくてですね、真帆が自発的に会いに行ったということになると思われます。そういうことになるもんね。ですね、うん、それでは次行きましょう。はい。冷凍遺体を送った人物と篤斗を送った人物の指紋が一致した。はい。はい、こちら、うん、これはね、警察の捜査会議で冷凍遺体と篤斗は共に同じ魚市場から発送されていたことが明かされました。そして段ボールに残る指紋も一致したことから、同じ人物によって発送されたことも明らかになりました。ということで、これによって冷凍遺体と篤斗誘拐、そして光の監禁動画の送信者が一致したということに、まあ、なったと思うんですよ、うんうん、確定したんですよね。ついでに林はその魚市場の防犯カメラに映っていなかったことから、篤斗誘拐には絡んでいなさそうだというふうに思われます、うん、うん。では詳しくはね、過去の考察動画をこちら見ていただければと思います。はい、はい、光と篤斗とその冷凍遺体が同一人物から送られたというこの根拠ですね、うんうん、これに関しては、過去の動画をご覧ください。はい。では次行きましょう。マリナが林をかくまっていたことが判明しました。はい。阿久津刑事たちが轟建材の持つ倉庫を訪れて、マリナと共に倉庫の中を確認するシーンがありました。その際阿久津刑事たちは林を発見できませんでしたが、木材の中に林が隠れていることが判明しましたよね、うんうん。週刊追求プレミアムというあのHuluオリジナルのストーリーがあるんですけども、はいはい、倉庫の中で会話をする林とマリナの姿がね、映されていたんですよ、うん、そのシーンではマリナが相良さんの件って何とね、林に事実確認のために問いただすシーンがね、映されていたんですね。はい。でね、マリナは直接事件に絡んでいるわけではないということもね、うん、このシーンではっきりとしたなって思いました。確かにも、うん、では次行きましょう。はい。林の本性がHuluー限定の週刊追求プレミアムにて明かされました。はい。はい。Huluー限定の週刊追求プレミアムにて、林の同僚から林の本性とその他情報が明かされましたので、それをご紹介しましょう、うん。結構ね、すごいひどいやつだということが判明しました。本当もいいよ。そうなんですよね。一つずついきましょう。はい。まず、林がね、マリナに土下座をしながら不倫の事実を告白していました、うん、この林の告白により少なくとも一度は、真帆と不倫をしていたということがね、はっきりと分かりました。で、思い込みはね、嘘ではないという、もう確定的な情報だと思われます。これがまず一つ目ね。はい。そして二つ目、林は DNA 検査には応じていないこともここで語られました、うんうん、よって菱田が話していたことはおおむね真実であるということもね、明らかになったと思います、うん、では次、林は相手を丸め込むプロだと同僚は語りました例えばですね、揉めている相手よりも先に泣くのは基本らしいとね、同僚は言っていました。そしてその方がね、相手が言い過ぎちゃったかなとなるらしいということでね、だからまあ先に泣いた方がいいということだと思いますそしてつまり林は自分のためなら平気で嘘をつく、まさにね、サイコパスの気質を持つ人物であるということが
まあ、この週刊追求プレミアムにて明らかになりました。やばいもんね。いや本当に。そして、次林は女性の足を抱えておねだりするということ。その狙いは子供におねだりをされているみたいで放っておけなくなるというね、母性本能をくすぐる心理を利用するということがね明らかになりました。そして手を握るときには気持ちを落ち着かせるツボを押して安心させるというね、まあ姑息なテクニックを使うということもね明らかになりました。ちなみにそのツボは合谷というツボなんですね。で同僚曰く総じて林はクズであるということを断言していました。まあとぼけるのもうまいし言い訳も巧みだし、そういう意味では優秀な営業マンということで、締めていましたね。であとね、マリナが料亭で林に耳打ちしていた言葉もね明らかになりました。はい、それは林のためならお父さんよりも悪いことができるという言葉を耳元でつぶやいていたということでした。以上ね、週刊プレミアムから分かった林についての情報でした。はい、5つありましたもん。はい、では次行きましょう。はい、元木がマリナのカバンに入れたものが判明しました。はい、こちら。はい、林をかくまっている倉庫に元木が侵入して二人を見下ろしているシーンが映されましたよね。9割で元木がマリナのカバンに仕込ませたものが発信機だということがここで明らかになりました。はい、では次行きましょう。はい、アツトは目を覚ますも会話ができない状態になってしまった。かわいそうでしたね。はい、大量の睡眠薬を飲まされた冷凍状態で発見されたアツトでしたが、昏睡状態を出しなんとか生還しました。しかしPTSD によって手で顔を隠してコミュニケーションを拒否する状態になってしまっていました。脳への異常はないということなので心の傷がかなり大きかったということだと思います。すごくねかわいそうなシーンでしたよね。そう、本当にね泣いちゃったもんよ、僕。なんだろう、子供にこんなことをする犯人は本当に許せないなと僕は思います。はい、では次行きましょう。はい、アフロディーテの下僕の正体も判明しました。きたー、これアフロディーテの下僕の正体がオオタグロだということが判明しました。うん、僕たちもね可能性としてはまあない話じゃないということはねお伝えしてたと思うんですけども、うん、あの小心者だからそれはないと判断してましたよね。はい、しかし実際には様々な社内の情報をプロビンにリークしていた犯人がオオタグロだということがね確定しました。そしてオオタグロは二宮への相当の執着があることも第10話では明らかになりました。このことによってあの僕たちのアフロディーテの下僕に対する、ね、考察が外れてしまって、こちらね申し訳ないなというふうに思いました。しかもね関係のないあのコミネをね疑ってしまって申し訳なく思います。ごめんなさいもん。しかしね、小心者のオオタグロがまさかの会社に不利益になることをするなんてというね驚きでいっぱいだなというふうに思いました。では次行きましょう。はい、宗教団体の名前が判明。はい、じゃじゃーん。はい、オオタグロとプロビンが顔を合わせた時、あのプロビンがね輝きの土の情報から宗教団体の名前を突き止めました。その名は輝きの世界ということでした。では次行きましょう。はい、住合ホームと轟建設が関わる案件が判明しました。はい、こちら、週刊追求が林の調査をした結果 SDGs タウンのプロジェクトの住宅部門で参入しようとしていることがね判明しました。こちら住合ホームね、そして、川村曰くこのプロジェクトは国が関係するプロジェクトということ。住合ホームは案件受注のために、関係者に対して接待を重ねていたことが判明しました。この事実が本当なら贈収賄の罪になるということでした。そして轟建材なんですけども、そのプロジェクトの中心企業ということなんですね。そして林は住合ホームと轟建材をつなぐ重要なパイプの役割をしていたということも分かりました。ドラマではたびたびあの件はうまくいっているのかという話がね林の上司から出ていましたが、具体的にどういう案件なのかが
あの概要がね分かってきたなというふうに思いました。うんうん、2社が関わる案件と失踪事件がつながるのか、まあ、それとも無関係なのか、まあ、今後この情報をちょっとね待ちたいなと思います。はい、では次行きましょう。はい、失踪事件当日の林のアリバイが確定しました。だーん、林は事件当日のアリバイがない状態でしたが、事件当日住愛ホームのプロジェクトの絡みでね接待をしていたことが判明しました。これによって林は真犯人ではないということになりました。うん、では次行きましょう。はい、監禁動画の椅子のメーカーが確定ということですね。はい、立花の調べで光の監禁動画に使われていた椅子の特定ができました。これによって購入者から犯人を絞ることができるという話でした。これ、考察界隈では監禁動画は凌介が借りている倉庫で撮影されて、うん、椅子は凌介のものだというね考察が結構あったんですよ。これまでドラマ内でね特徴的なデスクチェアは確かに凌介のものしかなかったんですね。だからそう考えることもできたんですけども、凌介の椅子は足元まで映っていなかったんですよ。ほうほうほう、見直したらね、うん、だから僕の考察ではあえてそこはね言及していませんでした。うん、まあとりあえず今回ね、このメーカーとか椅子が判明したので、まあおそらく遠くない回で椅子の正体が明らかになるんじゃないかと思うので、それを待ちたいと思います。はい、はい、では次。はい、新キャラゴーラ登場。でーん、人目を避け林が出会った人物、それがゴーラでした。そして林が金を渡して11年前の真帆との不倫写真を撮った人物を探すように依頼をしていました。ゴーラと林が話をしている場所でゴミ箱がありましたよね。うん、その中にね人がいましたよね。そうそうそう、あれね、あのゴーラは林が来る前からねそのゴミ箱見てたんですよ。あ、そうだったもんか。そうなんですよ、あのゴミ箱ずっと見てたんですね。だからおそらく誰かがいるのはねもともと知っていたか、もしくはゴーラがあそこに突っ込んだかどっちかだと思うんですよね。じゃあそれは一体誰なのかということなんですけど、考察界隈ではプロビン説が結構濃厚だったんです。あ、まあプロビンならば、まあ、どうやってね2人が会うことを察知したのかという謎が出てくるんですよ。いや僕としてはそこまでの捜査能力がプロビンにあるとは思えないので、違うんじゃないかなというふうに思いました。はい、では次にね新たに出現した謎と考察点についてお伝えしましょう。はい、ではまず1つ目、アツトの意識が戻るとバレることとは。はい、こちらもね、ということですね。山田コーチが菱田のマンションを訪れて怯える姿で菱田に警察に行こうと訴えていましたよね。うん、警察に行きましょう、そっちの方がというセリフを遮って菱田はゆっくり話しましょうと山田を色仕掛けで説得しました。二人が抱える秘密とは一体何なのか。気になるもんよ。これ気になります。もうずっと続いてますよね。そうそうそう、このやりとりが。うん、で少し前から考察でも伝えているんですけども、二人はアツと誘拐に関わっていると僕は考えています。うん、で前回考察でも伝えているんですけども、おそらく菱田がね清明を守るために真犯人に脅されて関与している可能性もあるなと現時点では僕は想定しています。うん、よって本当に見たままになるんですけども、うん、おそらく篤斗誘拐に関係したことがバレるということなのかなと思いました。はい、でこの時菱田は山田に整体院に予約を入れてくれって言ってるんですよ。うんうんうん、言ってたもん。言ってますよね。うん、そこでならゆっくり話もできますと言ってるんですね。そうそう、どこかのホテルだったら話はわかるんですよ。うん、だからこれってね普通の客と施術者の関係じゃないんですかって僕思っちゃいました。確かに。いやいや、整体院で一体何するのって話じゃないですかだから山田と菱田は肉体関係はもしかしてないのかなっていうふうに僕はちょっと思いましたね、このシーンからね。ではね次の考察いきましょう。はい、マリナが林の視線を奪った意味。あー、こちらね。はい、倉庫にいて林が物音に気づいてそっちに視線を送ろうとした時、
マリナがそれを遮って林にキスをするという場面がありましたよね、うん、林が視線を送ろうとした先には元木の姿がありました、うん、ということでパッと見素直に見ればですよ、マリナが元木を見られないようにキスをしたようにも見えましたよね、うんうんうん、でもね9話での元木とマリナの絡みを見る限りはですよ、2人は初対面に見えました。うん、完全にでしたよね、うん、よってねマリナが元木を隠すための行動をしたというのはちょっと苦しいんじゃないかと思うんですよ。だからやっぱりねたまたまそうなったというふうに見るのが、まあ、自然かなというふうに思いました。はい、はい、では次行きましょう。はい、輝きの世界教祖のバタコへの態度の謎。はい、こちらもね、はい、教団で懺悔をするバタコが影を一人断ち切ったと報告をしまして、あと一人断ち切らないとというバタコに教祖が影に執着してはなりませんと一喝するシーンがありましたよね、うん、輝きの世界とバタコの関係って一体何なのかっていうところが気になったんですけども、はい、このシーンを見ていると輝きの世界が率先して誘拐をするのかなっていう疑問もちょっと出てきました。うーん、バタコの行動に他の信者たちもねちょっと引いてるような態度を示していましたよね。そうそう、なんか土に返したっていうふうに言った時に、みたいな、そうそうそう、どんなことしたのっていうふうなねそんな反応だったと思うんですけども、うんうん、信者もバタコに協力をしている様子はないのかなってね、あの様子からちょっと思いましたね、はい、まあしかしね教団が関わっていないとすると清明に脅しのメッセージを聞かせた人は一体誰という話ありますよね、うん、そしてバタコがハンバーグを差し入れていた場所も説明が難しくなるんですよ。そう思うよ、あれが教団の施設だったらまだわかるんですよ、うんうん、まあねこれ教団が事件にどう関わっているのか情報がまだないんですよね、具体的なものが、うん、だから次の情報を待ちたいと思います。はい、では次、夜の病院を訪れた人物とは。はい、こちら、はい、入院するアツトの元にやってきた謎の人物がいました、うん、さて一体誰なのかなんですけど、はい、まず訪問目的として考えられることなんですが、アツトを殺すこと、そして、アツトに何かを吹き込むこと、もしくは安否を確認する、まあ、この3つぐらいなんじゃないかなとね僕は想定したんですね、うんうんうん、まずねアツトを殺すのが目的だった場合なんですけど、翌日アツト生きてたじゃないですか、はい、だから達成できてないんですよ、うん、だからねこれが目的じゃなかったと思うんですね。そういうこともよね、はい、では次にね安否を確認するためだけであれば昼間訪れた方がリスクがないと思うんですよ。そう、わざわざ夜に、夜、そう、警察もね警戒態勢取ってるので、うん、そんな時に来るとちょっとリスクがあるんじゃないかなって思ったんですね、うん、だからこれもね目的ではないと思うんですよ、はい、考えられるとすればやっぱりアツトに何かを吹き込むために訪れたと考えるのがやっぱり妥当かなっていうふうに思いました、うんうんうん、影が現れたのはアツトの意識が戻ってからなんですよ、うん、だからおそらくアツトの意識が戻ったと知ってやってきたと思われます、うん、で影はマスコミが殺到する前のタイミングで訪問しているんですよ、うん、だからアツトの意識が回復したことを知る人物の可能性がやっぱり高いのかなと思いました。これはもう絞られてくるもんよ。そう、結構絞られるんですよ、うん、現時点では見たまんまになるんですけども、アツトに意識が戻られて困る、まあ、菱田、山田のあたりがやっぱり濃厚なんじゃないかなって思ったんですね、うん、で菱田は凌介からアツトの意識が戻ったことはね菱田に伝えてるんですよ。そう、直接ね。そう、だからまあできないことはないと、うん、であとね考えられるとすれば市場の時のメンバーの誰かなんですね、うん、もし市場の時のメンバーだった場合はその人物イコール真犯人になると思われます。もう、そしてもし凌介の家に盗聴器が仕掛けられているとすれば元木の線もないわけではないからって思いました、うん、まだね影の正体を断定はできないので、まあ、引き続き情報を待ちたいなと思います、はい、では次、林が凌介を呼び出した理由とは、うん、こちら、うん、林が凌介に呼び出しのメールを送り、
凌介は一人で指定の場所に向かいました。しかし林はその場から逃走し、マリナの車が駆けつけたことで再び姿をくらましました。一体どういった意図があって凌介を呼び出したのか、というところですよね、マリナが運転する車でなんでバレたのかと林をね、マリナが問い詰めていましたよね、だから林が勝手にやったことだと思うんですよ、マリナに内緒でね。じゃあね、自分が見つかるリスクを冒して凌介に接触したのは一体なんでってなるじゃないですか、でここをちょっと考えたんですね。でおそらくなんですけど、林を脅している人の情報を凌介に渡そうとしたのではないかと思いました。林っておそらく誰かに脅されて動いている節があるんじゃないかと僕は思ってるんですね、真帆の財布を見つけたじゃないですか、あれもやっぱりそういった人物からの何かがあったからあそこに現れたんじゃないかなというふうに思ったんですよ、で林としてはね、逃亡生活をするのは真犯人が出てくるまでと考えてるんですね。つまり真犯人が見つかれば林にとってもメリットになるんですよ、だからね、真帆の財布をまあ掴ませた誰かの情報を伝えようとしたのではないかなというふうに想像しました。なるほどもね。そうで、林が真犯人を装った内容のメールを凌介に出したのは凌介を一人で現場に来させるためだったんじゃないかなというふうに思いました。そして真帆と光はどこだという凌介の言葉に林はそれはと林は言いかけましたよね、多分ね、その言葉の続きはそれは俺じゃないって言いたかったんじゃないかなと僕は想像しました、林は真帆の財布をロッカーから取り出しているという事実があるので、多分重要な真犯人につながる情報を持っている一人なんじゃないかと僕は思ってるんですよ、だから今後林が持っている情報が真犯人発見につながるキーポイントになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、では次行きましょう。はい、アツトが示した犯人の謎、ラストシーンですね。アツトが示した犯人が凌介でした。そう、びっくりもんよ。これ一番みんな混乱したんですよ、ってなったのよ。パパがママを殺したと言葉を絞り出していましたが、その言葉は真実なのでしょうか、ということなんですが、おそらく凌介が犯人ということは僕はないと思います、凌介が犯人の場合なんですけども、時間的にも結構難しい作業だと思うんですよ、そして何よりこれほど大々的に世間に知れ渡るやり方を選ぶとは思えないんですね、実際殺したりするのであれば、よって凌介が犯人と考えるのはかなり無理があるなというふうに思いました、そして篤人は誰かに凌介が犯人だと言えとね、脅されている、もしくは洗脳されているといった、まあ今あるこの事実をね、ねじ曲げたい誰かの意思に篤人は従わされているんじゃないかなとね、僕は思っています。これはね、他の考察の人も同じようなことを言っていました、あと考えられる可能性としては凌介二重人格説ですよねでも二重人格なのであれば、そういった情報がもう少しドラマに盛り込まれるはずなんですよ。確かに。そうだからね、この路線は薄いなというふうに僕は思っています。それでは誰がアツトにああ言わせたのかというところなんですけども、やはりその可能性が高いのは意識を取り戻したアツトを訪問した例の影ですよね、だからここが分かればおそらく分かると思うんですけども、影についてはね、少し前に述べているので、そっちをちょっともう一度見ていただければなというふうに思います。あっちゃんかわいそうに。かわいそうですね。では次、はい、バタコが吹き矢を向けた人物は誰。はい、こちら、はい、あの状況から考えるとおそらく凌介に向けたと思うのが自然かと思いました。そして公式のネタバレでもそのように書かれていました。しかしね、あの吹き矢を刺すだけでは人死なないんですよそして群衆の中凌介に必中させる腕もバタコは持ってないんですよね、マスコミがねいるもんからね。そう、何の意図があって吹き矢を向けたのかという謎がちょっと残りました、
次回吹き矢の結果が分かると思いますので情報を待ちましょう。はい、はい、では最後に一連の事件の全体像を考察してみようと思いました。今回は事件が進展したようで、実際は事件の真相に触れる情報はなかったなと僕は思いました、うん、よって勢力図に関しては前回考察した内容からあまり変化はないと思っています。ちなみに勢力図はまあこういう形になっています。はい、まあ、あのこのね詳しい説明は前回9話の方でやってるので、そちらの方を聞いていただいてもよろしいんですけども、一応ね軽く伝えていきましょう。大きく分けて拉致監禁グループと元木グループに分けられています。拉致監禁グループはあの右側のところですね、青い部分のところなんですけども、まずね、アツトとヒカリを拉致監禁していたと思われる、そういったグループなんですよね。で、おそらくこのグループ、マホも、拉致監禁しているんじゃないかなというふうにね、僕は想定しています。はい。はい。で、1話からの情報を整理すると、このグループが具体的にやったことなんですけども、まず、冷凍遺体を凌介に送りつけています。うん、そして、アツトを拉致監禁し、冷凍便で凌介に送りつけました。うん、これは今回のね、10話で同一人物だと、同一犯か。同一犯だということが確定しています。はい。で、次にね、光の動画にも、あの、冷凍遺体を送りつけられた時にあったあのメッセージですよね。あ、はいはい。まあ、あれがね、記載されていたことから、光の動画を送りつけたのも、この拉致監禁グループだと、まあ、判断します。はい。で、真帆については、全く情報がないじゃないですか。確かに。生きてるのかどうかすらわからない。わからない。どういう状態なのかもわからない、うん、うん。だからね、このグループと断定はできないんですけども、まあ、僕はね、おそらく同じなんじゃないかなというふうに考えています。はい。そして、拉致監禁グループの実行犯の一人は女、うん、そして身長は160センチということも分かっています。うん、ここでね、バタコのこのグループへの関係性をちょっと考えてみたんですよ。はい、10話を見てね、うん。で、首謀者の線があるとね、前回は思ってたんです。うんうん、で、そのあたりに配置してたんですけども、なんだか違う気がしてきました。そして、あのバタコの身長ね、おそらく170センチなんですよ、うんうん、あのカリナさんの身長から言ってね、はい、だからフードの女とも別人だと思われます、うん、でバタコは凌介を直接的に命を狙っているんですよ、うん、でしかも突き飛ばしたりとか、はあ、そうそうそう、お団子とねやってますよね、うん、でなんだかねこの拉致監禁グループのやり方とねあまり整合性がない気がするんですよ。確かにすごい直接的もよね。そうなんですね、うんうん、やり方が荒いんですよ、うん、その直接押したりとか、うん、吹き矢で狙おうとしたりとかでもこの拉致監禁グループってもう言ってみれば11年前から計画してるわけなんですね。確かに。でしかもやり方がかなり緻密で巧妙なんですよ、うん、そのやり方とこのバタコのやり方が非常に合っていないところが、うん、ちょっとね僕は違和感があったんですね、はい、だからバタコはねこの拉致監禁グループと関係はしているものの首謀者というわけではないのかなというふうに思いました、うん、でここはね、まあ、9話考察と、まあ、ちょっと変わった点になります、はい、そしてね菱田と山田のこのグループへの関係性なんですけども、まあ、彼らはおそらく何者かに脅されてアツトと光の拉致監禁に関与しているのではないかなというふうに僕は想定しています、はい、そして林ですね。林もまあこのグループに脅されているのではないかなというふうに考えています、うん、はい、では次にね元木たちなんですよ。左側のところにいる、はい、ところなんですけども、元木たちはこの拉致監禁グループとは僕は別だと考えています、うん、元木はね一体何が目的なのか、それが全く見えないんですよ、うん、で今回林の居所をリサーチしていたことから、林を動かしている拉致監禁グループとはあの別なんじゃないかなというふうに、ね、僕は考えています、はい、で元木は監禁グループにメッセージを送って情報を消させたりしているんですね。フリマアプリもね。その通りです、うん、で SNS を使って状況を拡散させて、かつ不倫フェイク情報を流しているじゃないですか、はい、で凌介への攻撃を行っているんですよ、うん、だから凌介の味方でもない、うん、というふうに思っています。でしかし何かの目的を持っていることは確かだなというふうに思いました。うん、うん、まあこのあたりがね、
この勢力図ですねの説明のすべてになります。はい、ではちょっとね長いんですけどもね、最後にね、見せておきたい、ものがあります。こちらなんですけども、キャラクターのね関係表です。こういった形になります。で、この表だいぶ変わったんですよね、うん、でこの表の意味するところというのが、まあもうとりあえずなんだろうな、関係なさそうな人を全部消していくという意味合いでね作ってみたんですよ、うんうん、今のところ拉致監禁の主犯についてなんですけども、消去法で消すとねちょっとこうなっちゃいました。うん、で10話を終わってみて、いろいろキャラクターを見つめ直すとですね、はい、それぞれにね役割があるんですよ。おお、なんだろうもん。その役割を考えるとね、うん、なんだろう、こういう配置になっちゃったんですよね。で、あとね、市場の時のメンバーなんですけども、はい、相良家にしがらみがないのが二宮だけなんですね。はい、あの他の人たちは真帆だったり光だったりに何かしらの思いがあるんですよ。うんうん、だからそれを考えると、まあ、どうしてもね今回のそのむごい犯行を起こすとはちょっと考えにくいなって思ったんですね。まあ、だからね二宮だけがねちょっと役割がないんですよ。いまいち、うん、そう、他の人たちは結構役割があるなって思ったんですね、うん、こうやって見るとね。そう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 。でもね二宮が主犯かっていうとちょっと疑問も残るんですよね。だから確実に真犯人とは言えないかなというふうにも思っています。あ、難しいな。難しいですよね。どう思いますかこれ見て。いや僕全然わかんなくて。あそうですか。そう、うん、でもなんかね、二宮であってほしくない気持ちはあるもんけどね。はい、僕もそうなんですよ。というのも、うん、前回の穴番でねヒロインが犯人でしたから、そう2番煎じてか、ま、あのまたかよっていう話になるので、うん、そこはやめていただきたいんですけどもね、うんうん、まあまあとりあえず今のところこういう形で、はい、まあ、真犯人を誰かと言われるとちょっと二宮怪しいかなというふうに僕は思いました。うん、ということで以上10話についてお伝えしました。はい、では最後に、こちらね林が女性の手を握るときに使うツボをねお伝えしておきましょう。来た。はい、ではこちら、はい、ててーん、豪国。ツボはねおそらくこの豪国というツボだと思います。はい、手の疲れや歯の痛みの時に使うツボです。押されるとリラックスするよりも押された時に痛みが出るんですよ。ほほほ。だからね手を握る時に使えるかどうか僕は疑問だというふうに思いました。みんなもやってみてもよ。はい、それではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイもさようなら。